山崎正明は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、自民党福井県連会長。福井県大野市議会議員、福井県議会議員、福井県議会議長、参議院議員運営委員長、参議院武力攻撃事態への対処に関する、特別委員長、内閣官房副長官、参議院政府開発援助等に関する、特別委員長、 自由民主党参議院幹事長、参議院副議長、参議院議長などを歴任した。2014年法エストニアサイエマ議長ソルビタ、アボールティナ2014年法エストニア外務大臣、ウルマス、パエト福井県大野郡西谷村出身、福井県大野市議会議員、福井県議会議員を経て、参議院議員となる。参議院では、議員運営委員長、 武力攻撃事態への対処に関する特別委員長、政府開発援助等に関する特別委員長などを務めた。その後は副議長、続いて議長に就任した。また、自由民主党においては、参議院議員総会の幹事長などを務めた。第1次小泉第2次改造内閣では、内閣官房副長官に就任し、第3次小泉内閣まで務めた。 2015年法メキシコの大統領エンリケペーニャ、ニエト、ありがとうございます。